いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。ということで、今お仕事終わって帰ってきて、あいだ、そう、まだお昼、嬉しい。そう、帰ってきました。さっき撮影だったんですけど、で、わあ、まだ全然お昼じゃんと思って、そう、下を寄って帰ってきちゃった。ディリン、ディリン、ディリン。もう今日はこの後お仕事ないので、この撮影だけで終わりなので。でもまだお昼ご飯まだなので、ちょっとこれチンしてくるわ。これこのままチンしたらやばい。いいよね。よいしょ。昨日の残り物があるっていうのに贅沢だわ。そう、なんか畑の生産時、そう、お友達からとかが、なんかよくスタバのなんかギフトみたいなラインで送ってもらったりするんですけど、そう、残り5日っていうのがあったからやばいと思って、今日行かなきゃもう多分行くことなくそのまま終了しちゃうと思って、できちゃった。いただきます。うまっ、うん、うまっ、ふわふわ、うん、うん、やわやわ。うん、結局この後かけ物とかはあるんですけど、もう夜ご飯の買い物もしてきたんで、もう今日は外に出ることありません。いただきます。朝から何してんの？昼やで、自分自分昼やで、今朝ちゃうで。新作って、うん、全然カフェモカ新作、なんか桜のやつやったよね、見た。人参は未だに桜味が何味なのか分かんなくて、あんまり頼まないんだよね。なあ、幸せ。朝からだったんですけど、撮影、うん、今日一日の予定終日で撮られてて、まあどんぐらいあんのやろうと思った、まさかのお昼で終わって、価値格。終日とは、あの終日って丸一日ってこと。うまん、うまん、うん、だからなんか服欲しいなと思って、最近なんか同じ服を結構着回してることが多くて、
で服一瞬見に行ったりしたんですけど、なんかもう自分が欲しいと思う服がなくて、あのプレゼントで行きすぎてそうプレゼントしてもらった服で行きすぎて、今の人生わ欲しいって思う服がないんだよね。なんか結局何も買わなかったんだけど、やっぱ服買わんなって毎回思って行くんやけどさ、お洋服屋さん結局何も買わずに帰る。でネットとか見んねんけどさ、ネットもねえ、だからマジでプレゼント送ってきてくれる方のセンスが本当に良くて、これとかずっとお気に入りできちゃってる。うまっ。マフル食べたくなってきた。食べな食べな、美味しい。やっぱりチンしたら美味しいわ、みんなお昼食べた？お昼食べてこうかなとも思ったの。食べてくるか昨日の晩ご飯の残り食べるか、なんか持って帰る、まあ、スタバ持って帰って食べるかとかいろいろ迷ってるけど、食べた？うどん食べたやっていいな、うどん。タンメン、焼きそば食べた、焼きそばパン食べた。お昼焼きうどんやった、いいな。うわ、ママは回らないお寿司食べました。お寿司食べたやって、うどん、冷凍うどん食べた、ちゃんぽん食べた。他弁の海苔弁やって最強やん、いっちゃん最強やん。納豆ご飯とキムチ食べたってめっちゃいいやん。いいな、麺系もご飯もなんかいいな。のん、まだ食べてないで、あれ食べあんの、もう昼やで、もうおやつの時間やな、ならおやつやこれも。じゃあおやつになっちゃった、お店も。みんちゃん夜ご飯は何にするのかなって。昨日の残りです昨日の晩ご飯の残り、まあこれがいっちゃん美味しい、スタバの飲み物の中で。カフェモカなあ、あ、今日は祝日なんだよなって。確かにちゃんとお休みできてんじゃん、嬉しい。ま、幸せ幸せ。カフェモカ甘くないって。甘いね。でもなんか美味しい、ココア好きなの。そう、ココアは好きなんですけど、ココアって感じ。カフェモカココアの味。ホワイトモカもいいのに、ホワイトモカもいいよね、好き。でも私はこっちの味の方が好きなの。もん、コーヒーお腹痛くなるから飲めないって。これコーヒーなのえ、コーヒーなの、ココアやでけど。
ま、いや新作飲んだった。ほんとセリカが桜味めっちゃ好き。コーヒーだよって、コーヒーなんやこれ、初めて知った。鬼知らぬ間にコーヒー飲めてたんや、大人やん大人やん。でもめっちゃ天気、めっちゃ外あったかかった。ただ鼻がずっとムズムズしてた。ブラックコーヒーは飲めたっけって、飲めるけど好きじゃないあんまり。うん、冷たいブラックコーヒーみたいな、飲めるけどって感じ。あんま好んでは飲まないかもね。これからお仕事、うん、終わってきたの、うん、お仕事終わって帰ってきました。うまっ。今日はゲームして過ごすので、ゲームもするし、あと単純に提出物の書き物教授に出してって今日言われたから、うん、今日言われて今日締め切りなので、ちょっとそれ考えるかなって感じ。うん、うまっ。15人のお知らせです。15時か、15時まで来たらもう残り1日あっという間よね。気付いたらもう23時とかになってる。うん、当日締め切りですか。 Yes, I do。 まっ、食べ終わったらそれやりたいと思います。夜ご飯食べれへんでって、どうどうこれ食べたから、人間の胃を舐めるな これ食っただけじゃん、むしろ腹の小腹の足しになるぐらいで分だけ承諾やと思われてんのに、うん、今からお寿司行こうかって言われたら喜んでいけんで、今この状態で何や、主食じゃないよ。美味しかった。ごちそうさまでした。うわー、なんて素敵な日なんだ。なんかいいよね、朝お仕事してこの時間帯に帰ってくれるって一番いい。うちは夜のお仕事が好きなんだけど、夜のお仕事っていうか夜からのお仕事が結構好きだったりするんですけど、こういうのもいい。うん、朝早かったって、そう、朝は早かったの、朝は早かったんだけれども、もう今目は覚めてるし、はあ、いい感じ。一日が長く感じるよね、嬉しいって。そうなの、そうなのよね。
でも今日晴れてるからそれもなお嬉しい。でも今日なんか祝日だから人多かったんだ、いろいろ電車とかもパンパンだった。え、座れへんやんと思ってた。お昼やのにと思って。そういうことか、祝日か。はあ、夜ディズニー行けばって、なんでやねんなんでやねん せっかく家に入れるんだよ。絶対出かけないよ。遊ぼうって。遊ばない。あのゲームして遊びます。今から、今からっていうか提出物終わったら。今日は絶対家から出ないもうこの後。いい、家が行っちゃい、本当に本当にもう本当にお家が一番本当にお家が一番好きなんです。もう本当にどこにも出たくないの。本当によく言えば本当にずっと出たくないんだけどうん。晩ご飯はどうするんって、昨日の残りがあって、でそれをほんまお昼に食べようかなと思ってたから、お肉とかは買ってきて、家に野菜あるし適当に作ります。うん、なんて素晴らしき世界うん、黄昏れてるって。いやいいよ、晴れてんだもん雲一つないよここ。めっちゃいいじゃん。掃除もしよう。なんかマジで掃除楽しい。今日100均行ったの。なんか服一瞬見に行ってた時に100均があって、めっちゃ可愛いお茶碗があって、うわ買いたいと思ってんけど、まだちょっとその後服いいの見つかってなかったから、服見に行こうと思ってたから、ちょっと荷物増えるわと思って買わへんかってんけど、めっちゃ可愛いのってんな。でもな、これ以上食器増えすぎてもなとも思うんやけどさ、食器見てたら欲しくなっちゃうよね。どんなやつやろって。なんかクマがね、茶色くて陶器で、あのクマがね、ブワーってなんかあったやつ、めっちゃ可愛かった、欲しかったな。100均とかでさ、めっちゃ掃除道具買うのよ、おにし。あの、あれめっちゃ買うの。なんていうの？ここ、これなんて言うんだっけ？床。フローリングや。フローリングシートみたいな。フローリング拭きみたいな、なんかあるじゃない。あれがめっちゃ好きで、おにし。あのシートがめっちゃ好きで、
クイックルワイパーの布って、クイックルワイパーっていうよりかはなんかもっと手軽な感じのやつやねんけど、あれでねマジでいろんなとこ掃除するんですけど、むしろあれをなんかねもう何布巾みたいな感じで使ってるんですけど、なんか水とかこうやってバーってやって、昨日それで洗面所とお風呂めっちゃ綺麗にしたの。そうルンルンするよね。そうちょっと今日はこの部屋やろうかしら。ここね時間が余裕とかさあったりするときとかさにさ掃除とかできるといっちゃいいよね。あとは物捨てたいんだよな本来なら。っていうか収納がそんななくて、なんか買おうかなとも思うねんけど、その収納するボックスみたいな、ボックスっていうか棚でもこれ以上なんか部屋狭くなるのも嫌やしなと思ってて、でもなんかゲームとかもさなんかこういう箱には入れてんのよ、でもそれが丸見えやからなんかそれをしまっておくような棚をさ買おうかな、なんか買おう、今からアマゾンで見よう今からアマゾンで見よう。スペースはあるんて、あるっちゃあんねんけど、この辺なんかこの辺はわりかし広々としたスペースやねんけど、ここに置きたくないから、ベッドのベッドと何窓の隙間に今なんかその照明とかさスタンドとかいろいろ置いてるとこがあんねんけど、こことかになんかまあ置けたり、まあテレビの横とかでも全然いいねんけど、ちっちゃい収納みたいな。でもさそういう棚って自分で作らなあかんやん大体。今ね大西自分でなんかおしゃれな、わりかしおしゃれな棚があるんですけど、あっちにそれとかも自分でやって、まあ、別に難しくはなかったんけど、ただちょっとめんどくさいはめんどくさいよね。何時に終わるか決めよう。20分には終われるようにするわ。お腹いっぱいお腹いっぱいになったわ。お寿司食べたいなやばいやばい、白いくかっては行きたい、回転寿司、回転寿司行きたい。甘いの食べたからね、しょっぱいの食べたい、しょっぱい酸っぱい、スシロー行きたいな。そうスーパー寄ってさ帰りにあのお肉だけ買おうと思って酸っぱい寄った時にお寿司があってさ、あのそのコーナーみたいなお惣菜コーナーにさお寿司こう7、8貫とかなんかあるじゃん、わっ買おうかなってめっちゃ迷ってんけどやめた。そうこのお寿司さえ買わなければ1000円以内で済む会計がと思ってこのお寿司を買ってしまうとこのお寿司だけで1400何円すると思ってやめた。そう1000円チャレンジって、そうその1000円を超えるか超えないかはでかいん、その自分の中でこれさえ別に今食べへんかったところで生きていけるしなと思って、そう
やめとこうと。ただこのスタバは恩師100円ぐらいで買えたからね、その700円のギフトを使わせていただいたのでお得。ルンルン。そうなんです。なんかスタバのさか、あのギフト、なんか LINE とかでギフトをくれるんですけど、なんか500円分のやつと700円分のやつがあって、で音信もらってたの700円分だったのね。でわりかしこうカフェモカ、音信今日カフェモカを頼んでんけどさ、とかってなるとトールで500円せえへんのよ。いっちゃん大きいのでちょうど500円みたいな。ってなるとお釣りは返ってこないのよね。そう、あの700円分のギフトだけど500円のもの買ったら200円分はなかったことになっちゃうの。うーんと思って、これはどうしようって、いつも飲まないフラペチーノにして695円ぐらいのやつにして、それで700円をもう使い切るかみたいな、うんってなって、でもまあ今日このあと1日お家にいるから、まあ、グランデサイズぐらいの飲み物は欲しいってなって、うんってなって、じゃカフェモカにして一番安いアメリカンワッフルを買おうって。そしたらお会計が800円で、そうで、あの700円分は使い切ってギフト、残り自分が500円出してって形で、そういい感じに、そう使い切れました。難しいよね。なんか大西もさ、こうギフト送るときってだいたい700円分のスタバのやつにを送っちゃうんですよ。なんか500円かみたいな、なんか500円分のやつもあんねんけど500円かってなって、500円ってなんか絶妙に足りひんときもあるよなと思ってってなったら、こう700円分を送っちゃうことが多くて、でも確かにこういざ自分がこう700円分使おうと思ったら俺は難しいなってなるよね。うん、ね、絶妙よね、うん、ドリンクチケットだとドリンクにしか使えないんじゃないのって。どうなんだろう、おにしが使ったチケットはいけたよ、あの LINE のやつ、700円のやつ、これとこれでーすっていけた。うん、ゆうなちゃんがタイタニックの映画見てきたらしいよって、なんかそれハマも言ってた。そう、ハマは映画か知らんけど、この間亜生さんとハマセリとおにしで4人であの焼肉連れてってくださったんですよ、亜生さんが。その時にずっとハマがタイタニックの話してた。そう、ずっと、もうずっとタイタニックの話してた。うん、流行ってるの最近タイタニック、ブーム来てる。一回だけ見たことあるわタイタニック、昔。ね、映画館で見れるのか、だからみんな行ってるんだ。でもね、なんかめっちゃちっちゃい時に見てんけど、もう西タイタニック今見たら感動するやろね。昔もちょっと泣きそうになってた。
ちっちゃいながらに、ねえ、映画館な、久しぶりに行きたいけどな。あのジブリやってた時嬉しかったな。もう一回ジブリやってほしい、映画館で。鬼滅見たって見てないねあれ。なんかめっちゃ広告してたよな。ね、あれ見てないおにし、鬼滅。なんか CM でめっちゃ流れててさ、これなんやろと思って。これ何の告知なんやろうと思って。多分映画なんやろうな。上映中って書いてるしみたいな。映画かな。いまいちこう何の CM か分かんなくて、結局あれだったんですけど、やっぱあれ映画なんや。見たい。お、20分になりました。ありがとう。じゃあちょっとそろそろ提出物に取り掛かろうかね。この今やる気がちょっとあるうちにやっといた方がいいと思うから、ちょっと提出物ちょっと考えてくるわ。ではでは、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がマーロさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が MM ルールズアットマークハットリアバターと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がライオンマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が、カチャさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がジャッパタイムアットマーク爆裂魔法エクスプロージョンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がツインピーマンさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。唇カピカピなんで、ということで本日はこの辺で配信終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ、ありがとうございました。良い午後。じゃあね。